長野市民会館は、長野県長野市にあった多目的ホール。長野市市政60周年記念事業として1958年6月18日に建設が議決され、それまで農地だった同市鶴ヶ緑町1647番地に総工事費1億8000万円をかけて建設。1961年4月8日にグランドオープンした設計は、 佐藤武雄、思考は熊谷久美が言った。1983年に長野県県民文化会館が完成するまで長野県最大の多目的ホールであった。大ホールは一層スロープ式で1816席の座席を持ち、座席の列は色派順になっている。経年による老朽化や隣接する長野市役所第一庁舎が耐震性に問題が生じたため、 開館から50年となる2011年3月31日をもって閉館した。後地には、新第一庁舎と新市民会館が一体化した複合施設になることが報じられ、2016年5月8日に市民会館の後継となる長野市芸術館がグランドをオープンし、現在に至る。2010年4月より、第3期の指定管理者として株式会社ダイナミクスが、 長野市篠ノ井市民会館、長野市松城文化ホールとともに管理運営に当たった。第1、第2期指定管理者は、株式会社コンベンションディンケージであった。ABCDEFG、さようなら長野市民会館市民のホールを閉まれつつ、マイナス、長野市公文書館だより第26号、長野市公文書館、2016年4月11日、1から3ページ。 2016年9月13日、閲覧。ふるさと紹介、長野市、世界と長野市を芸術で結ぶ、新しい交流、創造拠点へ、クリーンピアチクマ、アクアパルチクマ下水道ニュース第2号、千曲川流域下水道事務所、2016年7月29日、3ページ、2016年9月13日、閲覧。 さよなら長野市民会館そして50年間ありがとう。私たちの仕事、ホール運営と管理、株式会社ダイナミクス、2016年9月13日閲覧、ありがとうございます。